新門鴨神社は、福岡県浮橋,浮橋浮橋町三北にある神社。拙者の三次神社と日吉神社と共に、京都の上鴨神社、下鴨神社を祀った。当社の行、直弘宮寺が慶安4年に記した旧記には、鴨大臣は、最初にこの地にあもり鎮座され、神武天皇が、日向から山和へご当選のみぎり、宇佐から三北へ来られ、加大臣は、 やたガラスとなってごとこを助け立て祀られたので、今も、神武天皇と鴨大臣を奉仕すると述べている。境内では、縄文土器、石器、群衆石管群などが出土していることから、神神子の旧機がある真実を伝えているものと考えられる。鴨神社社家の初代は、竹内宿根十九世、畑新皇帝の後裔、旗次郎旧家の着難久下和衆としている。 浮キの地は最も古くから文献に、たびたび登場しその場所が特定できる得意な地である。敵優、イクハ、からたち並み、昭洋、浮キと、いろいろな感じで出てくるがすべてこの地である。昭平元年に、五代醐天皇の遺症に従い軍事下では、守る大倉、栄里下木大、山北四郎大倉久高が武行し、熊井田喜平助馬太優。 はたすくね行刑が採取となり、山城国あた軍鴨下城大御神を奉線した。行刑が初代大宮市となった。昌平16年、清々将軍、亀長新王が九州を平乱や戦火から守るため、竹林元三位中将を奉直市に建てられて、鴨神社に新京平博を建てまつって、 山城国の鴨祭りの格式によって、祭祀を採行せしめられて、天下太平を祈られた。この祭りは、代々受け継がれて、今日の、おくんちとして伝わっている。天正7年、大友総林は、柴田長と守る霊能に明治安祖教都数千人を率いて、近隣の神社仏閣の消失させ、当社摂者もに消失した。 陛下の後かも、日吉、三次三社の仮殿を造営。二十五の抹車を、鴨神社に合し、慶安四年鴨神社神殿と拝殿を再建。漢文元年境内に、観音寺建立。明治に入り神仏分離令により、清水寺に移される。ありがとうございます。